はい、どうもごやんです。今回ですね、こちらの鬼滅の刃超究極よりいちゼロ式のクエストですね。まあちょっとね、運棒が出ちゃってるんですけども、このクエストで一番厄介なのはやっぱりキャラを封印されるっていうね。まあ最近始めた方はご存知ないかもしれないんですけども、昔ね、玉露っていうイベントがあって、それのちょっとえぐいバージョンというかね、同じね、属性のキャラ、同じギミックのキャラに挑まなあかんから、玉露よりもさらにきついみたいな感じのクエストになってるんですけども、まあとりあえずね、ワープさえ対応してれば、まあなんとかなりますし、まあ1体ぐらいやったら全然貫通のキャラも連れていけるんじゃないかなとは思います。ただやっぱね、手持ちで限られたキャラでやらないといけないんで、やっぱね、手持ちのキャラが手薄な方はね、相当きついんじゃないかなとは思います。最初ね、降臨のキャラも結構使って試してみたんですけど、まあやっぱね、きついんですよね。敵が硬すぎて、まあ全然やってやれないことはないんですけども、まあそれが例えばソロで、自陣3体降臨キャラでとかなると、難易度かなり跳ね上がるんで、まあその辺も考慮して、やっぱマルチ推奨原因にはなっちゃってますね。で、まあもうね、バトル1は突破しちゃったんですけど、バトル1もね、降臨のキャラやと結構難しいです。で、このね、ディレクションガード、ディビジョンでやってきたディレクションガードがついてるんで、かなり厄介なんですけども、まあディレクションガードを利用して、まあこれね、殴っちゃってるんですけども、加速の雑魚ね、この雑魚はヒーリングウォール出してくれるんで、基本的にはこいつはダメージを与えないように動きたい。で、この真ん中にいる羅刹と、左右の端っこにいる忍者の雑魚、この2体が最初ね、同時蘇生やと思って結構ね、必死こいてたんですけど、全然ね、蘇生は入らないので、1体ずつ落ち着いて処理していくっていう方式で全然いいかなとは思います。結構ね、この羅刹のツインレーザーみたいなやつがダメージえぐいんで、まあヒーリングオール出せる間はね、全然 SS ダメとかもできなくはないと思うんですけども、今回はね、 SS 運棒もあって溜まってるんで突破していきました。で、こっから価値が結構やらしい配置で出てくるんですけども、価値は同時蘇生なので必ず同時撃破が必要です。価値に関しては必ず同時撃破が必要で、価値を倒すことによってヒーリングオールが展開されるので、できれば1手目か2手目で価値を倒したい。よっぽど配置が良ければ無視してボスゴリゴリ特攻して抜けるっていうのもなしではないですけど、まあ基本的には価値をしっかりと倒し切ってからボスを攻める。で、ここに関してはアンチブロック持ってるキャラだと配置がいいとこんな感じでうまいこと入っていけるんですけど、まあこれもね、弱点にね、弱点の運に左右されるんですけど、基本的にはゲージ外してブロックとブロックの間に入って、もしくは壁とボスの間に入ってボスを芝く。で、ブロックがないキャラに関しては、まあ普通にゲージ決めて、最大火力で殴りに行く。で、もちろんね、弱点が上下どっちに行くか、その時の動かせるキャラが上下どっちにいるかで打ち方も変わってくるんで、ゲージ決めた方がいいのか、外した方がいいのかっていうのは場合によって変わってくるとは思うんですけども、まあ、弱点いっぱいしばければもちろんゲージ外して殴った方がいいと思うので、まあその辺はね、臨機応変に狙っていく感じですね。で、こことかももうね、全然外していって普通に倒しきれるかな、外していってじゃねえわブロックの間に感化しなくても倒せるかなっていう感じで、修行しましょう。全力で協力しますので、抜けていった感じですね。で、こっからボス戦なんですけども、まあボスがね、まあ硬い、まあ硬いですね。で、左下の中ボスも結構硬いで、もちろんボスよりも中ボスの方が即死までのターンが短いっていうのがあるんで、まあ基本的にはもちろん先、まず一番最初に勝ちを倒して、その後中ボス倒して、で最後にボス倒すみたいな感じなんですけど、まあちょっと配置の問題と初手ミスった問題ともろもろあって、もうちょっとね、ボス特攻でボス突破しに行ってます。
SS 溜まってるっていうのもあるんで、ちょっとね、むちゃくちゃな感じですけど、ボス位置に関してはまずボスを倒すという方式を取りました。まあ弱点さえしばければね、結構ダメージはちゃんと出るので、で気をつけたいのが超究極なので、ボスを倒しても雑魚撤退しないんですよね。なのでこの後雑魚倒しきれずに負けちゃうってパターンもあると思うので、ボス特攻は基本的にはおすすめしないです。なのでまあこの動画はまあちょっと特殊なパターンだと思ってください。ただこういうパターンもあるよっていうのがお見せできたのはまあいいのかなとは思ったのでアップしております。でここでね、価値がなんとか倒せてプラス上に入って倒せたらよかったんですけど、やっぱディレクションガードがある分ちょっとね、当たり判定の問題もあって上には入りきれず、でここで倒しきらないと負けなんですけど、まあなんとかね入れたので突破という感じですね。まあカイトがねカウンターキラーもらってればかなり強いですし、キラーももちろん普通に強いんでまあこの2体の SS 残ってたらまあまあいいかなというところと、まああと2体もね多分ねラスゲまでにはたまり直すかなっていうのがあるんで、まあさっきの場面ね、逆に打つなら最初に打つっていうのはありですね。ほんまに一番最初にさえ打ってれば結局その後結構グだったりとかターンギリギリになるんで、もう一回溜まり直すっていうのがあるので、打つなら最初、なんか中途半端にボス位置の後半で打ったりとかすると逆にねボスにボスさん自力になってくる感じなので、まあ迷って打たずにやられるぐらいだったら初手打とうという感じですね。でここもねちょっとねもう早めに打ちました。ちょっと手こずりそうやったのと弱点値が良かったんで打って、まあ結果的には結構いい感じでしたね。雑魚処理もできて、で SS はめっちゃかっこいいんですけど、追撃のダメージはもうほぼ入らないので、まあ自強化 SS として使う感じですね。でキラーはここでねちょっと迷ったんですよね。打たなくてもワンチャン突破できたかなぐらいの感じではあるんですけど、まあちょっと回復も間に合ってなかったのと、まあこれで負けちゃうとやっぱり悔しかったんで、まあちょっと攻めて打ったって感じですね。でここでヒーリングウォールがね結局ボス倒しちゃうとなくなっちゃうんで、 SS ダメしてもよかったんですけど、まあちょっときついかな。次の時やっぱヒットポイントちょっとでも欲しいし、まあ、ヤマト一応回復できるしみたいな感じで、まあもう抜けた感じですね。で一応まあパックもいるし、まあ SS は溜まり直すだろうというところで、あとはねとにかく処理をしっかり順番通り行っていく感じなんですけど、ちょっとより位置のね当たり判定がね思ったよりちっちゃくて、今のもねより位置当たって勝ち当たって上の勝ち当たってみたいなルートを取ったつもりやったんですけど、ちょっと抜けちゃったんですよね。だからこれもね当たり判定が結構ちっちゃいので、まあ、直で勝ちをしばきに行けると、なんでまあ結果的にはまあまあ一応2手で抜けたんで良かったんですけど、パック使ったに抜けれないってなるとちょっと危ないっていう感じですかね。まあやっぱパックはここまで残しときたいですね。でこのね上の加速雑魚と弱点の間にある程度挟まれるのかなと思ったんですけど、思ったより隙間があって、多分ディレクションガードがある状態でも角度がめちゃくちゃ良かったとしても多分挟まるのは無理なんじゃないかなっていう気がしてます。今のショットだけだとね、まあ、ちょっと何とも言えないんですけど、このねヤマトのショット見てほしくて、こうぐるぐる回って入っていけるんですけど、結構ねディレクションガードと弱点の間をね移動してるんですよね。ってことはおそらく挟まれないようになってる気がするので、まあマッチとかは別としてね、普通に斜めとかで挟まるのが多分厳しいと思うんで、まあ基本的には弱点を縛っていくんですけど、まあ剣があったんでこれは剣を取りに行った感じですね。次のターン SS たまり直して SS 打てばまあいけるだろうという形で剣を取りに行きました。でここはまあできればね下に入りたいんで、まあ結構角度調整してなんとか下に入っていったけど、
もっと言うとやっぱディレクションガードを出した状態で入っていきたいんですよね。こっちの方がしばけるんでね。でここでヤマトもめっちゃ迷ったんですけど、まあとりあえず暴れるかと。回復もせなあかんから、ただ単にゲージ外して中に入っていけばいいっていう感じでもなかったんで、とりあえず暴れた感じで、この攻撃はまあまあ痛いけど、とりあえずヤマトの SS が溜まり直してるから、まあ確実に弱点しばきながらダメージを出していきたい。結構弱点しばけた。で追撃が結構入るんで、これで無事クリアですね。ということで、少しでも参考になれば幸いでございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。